こは酒はうまいけど料理はまずいって評判の豚の帽子邸だ。ふらっと店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだ。お前なあ、お前あんな鎧探しているんです。先日マジかよ。彼らは戦を始める唯一聖騎士たちを止める気。村人から通告があった。私はまだ捕まるわけには。あの女を捕らえろ。急ぎツイーゴ様に伝えろ。そろそろ本気出すか。さて腕はちゃんと叩く。話の続き。あんたも聞いたよね、あの話。何でしょう。準備はできてんだろうな。肩慣らしといくか。どちらが七つの大罪とおぼし。のこれはその耳飾りの紋章は王家のものだ。エリザベス王女。王国から相続指令が出ておりますが。お願い、あなただけでもいい。メリオダス、それがメリオダス。ま、いや、だとしたらなぜ。俺が誰だか、わかったか。ま、まさか貴様は。七つの大罪、ドラゴンシン、メリオダス。さーて、やりますか。俺様が相手してやるぜ。このツイーゴ様が相手をしてやろう。やれやれ、仕方。ふっ、この俺のトンス、協力が必要だ。くれたな。助けくだされ、聖騎士様。
リをぶっ飛ばしちゃって。わけだな、エリザベス。残りの6人の件だけどさ、情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら、キャッ、一緒に行くだろ。はい。この出会いは偶然か、こうして7つの大罪。確かめてみ。改めてよろしくお願いします。豚の帽子邸にようこそ。今日から頼むぞ、看板娘。はい。ところで仲間を探す。ない。頼りにならねえな。7つの大罪の噂を集めて探すしかないな。さあ、準備ができたら開店だ。7つの大罪の噂でも聖騎士の居場所でもいい。とに直接関係なさそうな話でも、何はともあれだ。気楽。はい、気楽に。お疲れさん。今日取ってきてもらったものはマジックアイテム。マジックアイテム？魔力を高めたり攻撃を防いだりする特殊な能力を持った装備。これからの旅、用心をしておくにとにかくだ。店の客からもいい素材の採集場所が聞けるかもしれない。そん時はまた頼むぜ、エリザベス。
とかねえと。そろそろ準備はできてるな。忘れ物ですか？そろです。出発するぞ。したら、メリオダス様、よっ、バカな、水だ、地下水源が、やっぱりすごい、豚の帽子でメリオダス、あんたはバーニャの恩人だ。さて、問題も解決したし。
とかねえと。この白夢の森は漁師や旅人、聖騎士さえも迂回する。つまり聖騎士たちから身を隠すにはもってこいという。もたもたしてねえで行くぞ。慌てるなよ、神経質な子豚は嫌われ。誰が神経質な子豚だこら。俺がいっぱい、なんじゃこりゃ。メリオダス、言っとくけど俺が本物。何言ってる偽物。うるせえ豚。豚って言うな豚。よ、容赦ねえ。げっ、森の怪物の正体はあいつらだった。いたずら小鬼のハイド&シーク。帰れ人間、森から出て行け。そろ本気出すか。とっとと片付けるぜ。あらよっ、待て、待て、待て、エリザベスは聖騎士どもの暴走を止めるために俺たちを探って。そうだったんだ。僕ってばついうっかり早とちりしちゃって。このサーペントシンのディアンヌ、力を貸すよ。よ、よかった。これでやっと静かに暮らせる。お前らも苦労してきたんだな。マスターの作った飯、今日はヘインズあたりじゃ。あのあたりは食材やら資材やらいろいろと手に入るんだよ。雷をまとった聖騎士様が白夢の森に入っていくのを見たんだ。何でしょう、気に…これから頼りにしてよね。
準備しとかねえと。準備はいいですか？肩慣らしと行くか。雨雲の匂い？ようやく会えたな、七つの大罪。ギル・サンダー？どうしてあなたが。ギル・サンダー？どっかで聞き覚えが。お前ギルボーか。王宮にいた頃何度か稽古つけてやったことがあるよ。大きくなったな。10年経ったんだから当たり前だけど。遠い昔の話だ。今の私は七つの大罪の誰よりも強い。七つの大罪、ドラゴンシンのメリオダス。他の仲間がどうなっているのかだけでもいいだろう。教えてやる。残る5人のうち3人の消息は未だにつかめていない。2人はすでに解雇、強欲の罪、フォックス新聞、バッセの監獄で厳重に、怠惰の罪、グリズリーシーンはすでに死亡。死者のみ。サンキューギルボー。どっちか当たってみるよ。お酒。さーて、やりますか。さあ、始めようか。やるな。またな。
リオダス様、その傷は？おう、大したことねえって。あんまり団長にベタベタしないでよ。マスターの作った飯、今日は崖崩れで行商が困ってきた。確かめてみよっか。フォックスシン、バンは監獄にぶち込む。グリズリーシン、キングは死んで墓の中か。よし、決めた。まずはバンを拾いにバステ監獄に行くぞ。バステ監獄にした理由は？近いから。よし、気を引き締めてかかる。準備はできてるな。忘れ物ですか？準備はできてるな。忘れ物ですか？しっかり準備しとかねえと。しっかり準備しとかねえと。しっかり準備しとかねえと。滞在を語る奴らだな。本物だっつーな。偽物はみんなそう言うんだよ。こんなの楽勝だよ。そろそろ本気出すか。したか？メリオダス様、ホークちゃん、騒ぎにならないうちに通り抜け。そういえば、腕
するんだね。兵士の数が多いな。エリザベスの安全を考えると迂闊に騒ぎは起こしたくね。さてどうした。俺に任せとけ、俺に任せとけ。悪くねえな。俺このフォーク様に任せて行こうぜ。覚悟はできてんだろうな、豚野郎ども。豚はどっちだよ。気楽に行こうぜ。ほら、ほら、どうだ、どうだ、ほら、ほら、この豚野郎は。そういえば君は7つの何でしょう。メリオダス様、お客様から食材を分けていただきました。さすがはうちの看板娘、でかした。行くぞ。
Oh!
とと片付けるぜ。行くぞ。
俺に任せ、行こうぜ。この豪奥様に任しとけってんだ。覚悟はできてんだろうな、豚野郎ども。豚はどっちだよ。行くぞ。この豚野郎は。マスターの作った飯、今日はまずいなりに食えるな。ダルマリーの町にはダナ先生っていうお医者様がいるの。何でしょう、気になります。お客様から食材を分けていただきました。さすがはうちの看板娘、でかした。おっと、お店をそれじゃ出発しましょう。監獄にどう乗り込む。今は監獄に向かうよりメリオダス様の傷の手当てが優先で、そんな体でまた聖騎士と戦うことになったら。心配すんな、なんともねえから。少し寝りゃすぐ治る。メリオダス様、私の調合した特別製の薬だ。これでずっと楽になるよ。正直生きているのが不思議なくらいだ。相当深い肩傷だ。それと雷に打たれたかのような。やメリオダス様、早く良くなってくださいね。さてどうしたもんかな。お、囲まれてる。王国の奴らか。団長のことは頼んだよ。こんなの楽勝だよ。行くぞ。Yeah!
ほど。この剣は死んでも離すわけにはいかねえ。逃げやがった。あのメリオダス様ですよね。よっ、エリザベスに豚野郎。さっきの奴らは？どうもエリザベスちゃんとお前のガラクタを狙ってるみてえだったぜ。そこのクソ医者がグルになってバックレやがったか。待って、メリオダス様の傷。なんか治ってる。騎士様、少年を殺すことは失敗しましたが、約束通り娘を返してください。娘はお前の元に返してやろう。あの騎士が子供一人に毒殺を命じた。ダナ先生、しっかり。すまん、勝った。娘を助けたいばかり、挙句に娘を救うこともできず。私のせいですね。私たちが、そもそも私が。泣きたい気持ちぐらいはわかるさ。でもお前が王国と人々を正義、涙の一つや二つで折れちまう程度のもんなのか。俺はエリザベスと七つの大罪を探し聖騎士、たとえお前が死んでも俺はお前との約束を果たす。メリオダス。そんじゃ、ぼちぼちバステに向かうか。メリオダス様。メリオダス様、私も王国と人々を守るために戦い続けます。たとえメリオダス様が今死んでしまったとしても。今すぐ殺すなよ。すみません。戦闘民族らしい。マスターの作った飯、今日はまずいなりに食えるな。ランゲのバステ監獄で脱走騒ぎがあったって聞いたけど。よっしゃ、確かめてやら。しっかり準備しとかねえと。なりそうだ。メリオダス様。さあな、あいつのことだから。私のせいで。ん？私が聖騎士を止めたいと言ったから。ギルサンダーとの戦いであんな無茶を。勘違いするな。団長は別に君のために無茶したんじゃない。団長は昔から僕にだってそうなんだから。巨人族め、里に帰れ。男が寄ってたかって女一人にカッコ悪いことすんなよ。そろそろ本気出すか。喧嘩でも始まったの？
覚悟しろ。あれよ、僕は王女さんのように小さくも可愛くもない。家にも入れないから団長の看病だってしてあげられない。僕にできることといえば団長の…私は聖騎士と戦う力が欲しいです。大切な人たちをこの手で守る力が。準備はできてるな。忘れ物ですか？お店を移動するんですね。それじゃあ出発しましょう。それじゃ。飛ばされたのがよっぽど答えたんだろう。しょぼい連中だぜ。バーン。あ、ダン。バーン。団長。あ、団長もほら、
さーて、やりますか。うんじゃ、行くぜ。なんだよ、すっかりなまってると思ったら元気そうだな。とりあえずまあな。マスターとか、ほら、マスターよ。魔人族のせいでモンスターどもも気が立って。なんでもこの人いつも世話になって。この国の未来は将来に手をつくんだ。確かめるとすっごい。さてと、エリザベス、改めて紹介する。フォックスシンの番だ。ま、よろしく頼むわ。よろしくお願いします、バン様。よし、それじゃ出発するぞ。出発って、結局どこに行くか決めたのか。ああ、目指すは死者の都。そこでキングを探す。クソデブは死んだって話じゃねえのか。今んとこ手がかりはそれだけだし、行くだけ行ってみようぜ。死者の都ってどういった場所なのでしょうか。さあな、どこかで情報が得られるといいけどな。ラン様、よろしくお願い。楽しい旅になりそうだぜ。ちょっと
そんなガラクタを見て何が楽しいんだよ。七つの大罪の団長ともあろうものが、ず気にならない方だよ。団長にその気がないなら。よせば、俺を怒らせるな。怒る？団長が？団長が怒ったとこなんて一度も。団長の怒るとこが見られるっていうなら、ますますそれが見て。奪いたい。うんじゃ、行くぜ。さーて、やりますか。団長の隠れて悪いな。この剣は死んでも花。団長と会えたのも、この傷も久々にうずいてきたぜ。やっぱ
しいぜ。夏に分かったらしいが。まだ空いてるかい？出しかねるとすっかい。君たちのおかげで無事。生き返っ！メリオダスの傷の時と同じだぜ。恥ずかしながら医者の私にも。こうして生きてるんだから。じゃあ俺たちは行くぜ。話を聞きつけた聖騎士がこの町に乗り込んでこないとも限らないから。そうか、気をつけて。それにしても私の身に起きた奇跡といい、メリオダスという少年を加護するかのような現象といい、目に見えぬ不思議な力が。いや、計り知れない大きな意志の存在を感じる。監獄にどう乗り込む？今は監獄に向かうよりそんな体で。心配すんな、なんともねえから。少し寝りゃすぐ治る。おやすみ。メリオダス様。私の調合した特別製の薬だ。これでずっと楽になるよ。正直生きているのが不思議なくらいだ。相当深い肩傷だ。それと雷に打たれたかのような火傷。メリオダス様、早く良くなってくださいね。さてどうしたもんかな。お、囲まれてる？王国のやつらか。団長のことは頼んだよ。猛毒をあれほど飲ませたのに。
この剣は死んでも離すわけにはいかねえ。逃げやがった。あのメリオダス様。よ、エリザベスの豚野郎。どうもエリザベスちゃんとお前のガラクタを狙ってる。そこのクソ医者がぐるん。待って。なんか騎士様、少年を殺すことは約束通り。娘はお前の元に返してやろう。騎士が。ダナ先生、しっかり。の作った飯、今日はまずいなりに食えるな。何でしょう。なかなか噂が集まらないね。団長の飯まずの噂なら広まって。おっと邪魔。俺にま…俺かよ。いいもんあんじゃねえか。じゃあ行くか。俺を呼んだこのフォーク様に任しとけってんだ。
さん。本物の七つの大罪。飯の量は3倍で頼むぜ。この辺に7つの大罪。おいしいお酒がいっぱい。軽く遊んでやろうぜ、団長。あんまふざけてると痛い目見るぞ。こんなところで喧嘩か？この後蹴りつけるか、バン。おい、聞いたか。バン様は料理がお上手なんですね。食べたいものがあればお答えするぜ。じゃ行くぜ。Yeah!